人間チェス人間チェスは人間が実際にチェスの駒に扮してチェスボードを模した戦場で争うチェス。人間チェスは一般的には野外で遊ばれ地面に置かれた巨大なチェスボード上でルネサンス風のファッションに身に包んで行われる。衣装だけではなくナイトは本物の馬に騎乗し白馬は白馬に黒番は黒馬、クイーンは女性。 キングは玉座に座るなど観光客を呼び込むため見た目を重視したイベントもある。多くの人間チェスでは盤面での動きは殺人の訓練を受けた俳優が行うこともあり、殺人の動きによって駒が取るか取られるかを表現する。あるいは駒同士が争う様子を創造的アナクロニズム協会の使っている格闘のルールに似た方法で表現する場合もある。 また取られた側は単に退場するのではなく、決められた演技を行ったり、短歌に乗せられるなど趣向を凝らしイベントもある。イタリアのベネチア近郊にあるマロースティカでは、1923年より2年に1回、9月、第2週に衣装を身につけ牙まで盤上に登る人間チェスが開催されている。これは、1454年、一人の女性をめぐって、恋に落ちた二人の男性が、 どちらが女性の恋人になるかを決めるために対戦したという創作をベースにしており地元の観光資源となっている。アニメコンベンションにおいてはアニメ等のキャラクターに扮した人間チェスが行われることがある。アメリカのフロリダ州タンパで開催されるアニメコンベンションのメトロコンで2004年に行われたのがこの種のイベントの最初である。ここでは 殺人は指令されて行われていた。それ以来、ボストンで開催されるアニメボストンのコスプレゲームズや、オーストラリアのメルボルンで開催されるマニフェストなど、他のアニメコンベンションでもチェスの駒の代わりに、アニメやテレビゲームのキャラクターに扮したコスプレ人間チェスを始めるようになった。いくつかのコスプレ人間チェスでは、正義体あるもの少年対少女。 オカルト体科学などのテーマに沿って行われている。ありがとうございます。